ましょう。まず最初のコーナーはキュミコとおはぎのぶらりやんちゃ旅、お送りしていきます。さあ今回はですね、少し県北の方に向かって、はい、さらにちょっとね山の方に入っていきました、うん、三郷町前編なんですがまたまた、はい、どんな旅になってるかご覧ください。それではどうぞ。ごめんなさい。なんかヤマメとか、川魚ね、川魚、アユとか、アユとか食べたい。食べたいね。十割サバどころ、お薬やん。十割つなぎなしだ。お薬公園、あれ こっちだって。ちょっと曲がってみる。行ってみましょう、うん。ということで牧水公園にやってきました。こちらに蕎麦打ち名人がいるということで、蕎麦打ち体験をできないか交渉してみましたよ。和子さん、時間の方は和子さんの都合に合わせられますよっておっしゃってますけど、いかがでしょうか。はい、うん、口紅は赤にしてね。ぶらりにもほどがある。そんな、なんか申し訳ない、ね、ご迷惑かけてます。なので、この前下の上のテーブル使いましょうか。じゃあそれですいません、お願いします。はい、そしたらですね、ちょっと準備等があるので、12時にまたこちらの方に上がってきていただいて、はい、すみません、それで対応しますので、ご迷惑かけます。いや、いいですよ、ありがとうございます。ほんと急なお願いでしたが、迷惑ついでに公園の施設についてお話を聞いてみました。でもバーベキューができたりとか、コテージもあるんですか。コテージございます、ね、そこありました。コテージが下が5棟と、ね、あと上の方のちびっこ広場ってありますよね、はい、その上の方に5棟あります、ね、さあこちらの牧水公園には5人用と10人用合わせて10棟のコテージがあります。そしてロフトもあって、子どもたちにも大人気なんだそうですよ。可愛い子供がいるね。そしてなんと今お得なキャンペーン中で、宿泊料金そのままでお鍋のセット、すごいでしょ、はい、つくんです。そしてさらに地元の旬の食材のお土産セットがついてきます、無料です。さあそして公園内でかかし祭りが開催されていたので、蕎麦打ち名人を待つ間見て回りました。顔が怖い。ちょっと、うん、おかしい、これちょっと正面に愛しの五郎丸さんが、あ、五郎丸歩夢選手だから、うん、五九郎丸サルク。なるほどね、あ、考えられてる、さすが。こうやって見る、ありますよ。さあかかし祭りは今年初めての開催ということで、地域の消防団などいろいろな団体の手作りかかしが集まっていましたよ。アイデアを凝らした面白いかかしばかりでした。昭和の感じがね、またこれは出てますよ。励ますよね。さあそうこうしているうちに蕎麦打ち名人が到着されました。エプロンと頭巾をお借りして、いよいよ蕎麦打ち体験に挑戦です。そこまで借りたんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、今日は蕎麦体験をするということで、はい、ご自分でみんなしてみてくださいね。はい、すごい。蕎麦粉ってね、すごい今日雨が降ってますけど、はい、すごい湿度とか温度とかにすごくデリケートなんですよ。だから今日の蕎麦のお水の入れ具合とかも天気の時とかも全然違いますよね。はい、真ん中辺に聞いてない話をね。ちょっとずつですね。はい、少しずつ入れてください。はい、真ん中に入れてんのかな。200だけでいいんですね、はい。こういう感じでですね、はい。手の隙間からパラパラ落ちるような感じで全体にこう、はい。これで100回してください。
なんかね、あの蕎麦粉が教えてくれるんですよ。今キーワードありましたよ。蕎麦が教えてくれるんですよ。何をですか？もう固めてもいいよっていう、こんなあの粒が、こんな小さい粒がいっぱいできてきます、はい、サラサラ感からこういう感じにね、はい、固めるのはこれで固まっていくんですか？固まっていくんですよ。こういうように固まってきます。あ、本当だ、本当だ、すいません、しゃべってた。いえいえ、こういうようにね、したらこれでまた100回手のひらでこう押すような感じで、はい、結構力がいりますね。力いります、もうでもだいぶまとまってきた。これで50回ずつ、はい、いや、もっとね、スムーズにこう丸まるような感じがしたけど、いや、美味しい蕎麦のためにお願いします。これ、あの上手に蕎麦が打てたら、ええ、嫁に行けますかね？大丈夫ですよ。それなくても今もう行けるよ。かわいいもんだって。あると思う。今募集中。募集中。あるじゃん。蕎麦が打てたら、マッチョれよ。よし、じゃあ、先輩お願いします。はい、じゃあ行きます。あの筋がいいってやつですね。全体重をかけちゃう。こうやって前に前のめりできる。やっぱりね、毎日台所立ってる人は違うんですよ。あ、もう奥様、奥様だ。そうなんですよ。娘さんが大きいんですよ。二十歳過ぎてるんですよ。まだは独身かと思ってた。あら、もうこねちゃうわよ。こねちゃうわよ。こんなに喋ってたかな。こねる作業の後はですね、伸ばしていきます。できるだけ四角になるように伸ばすんですが、これがなかなか難しかったんですね。最後の仕上げはやはりここは名人にお願いして、いよいよ切りの作業に入ります。ほぼ名人じゃないですか。いきます。もう若干このほら定まってないもんね。わあ、重いからいつどこで下までついたかがわからん。ゆっくり急いで切ってください。はいはいはい。いわゆる急いでください。巻きが入りました。元手牛馬クッキングのレポーターとしては歯が届いちゃう。あ、こっち見て、擦り切れちゃうこれ。さあ、切りの作業も仕上げは名人にお願いして、無事に立派な手打ちそばができました。さあ、そしてそば打ち体験は食べることもできるんです。大きな鍋に沸かしたお湯に切りたてのそばを投入。打ちたてのそばですね。そばが浮いてきたら水を1回入れます。普通の水なんですが、びっくり水というそうなんです。数分茹でたらお湯からあげて、ぬめりを取るために。こんな風に3回水洗いします。あ、似合う。水洗いしたら1人前ずつ好みの硬さになるように、また再びね、少しだけ茹でて、この切りですよ、切り。そして茹で上がったら名人オリジナルの黄金の輝くおつゆをかけます。絶対美味しい、ね。あとはお好みでトッピングを盛り付けて完成です。トッピングまでご用意してくださいました。いいんじゃないでしょうか。はい、はい、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか、はい、というわけで、はい、手打ちそば完成です。わー、ありがとうございます。スープね、ちょっと冷たくて、おいしい、おいしい。あとホッとする。いただきます。やっぱり若干ちょっと太め。細い綺麗だな、先生のだ。うん、麺のそばの香りとか味がすごい。うわー、よかった、うん、喜んでもらえて、うん、多分ほら、久美子さん足りないでしょこれ。何ですか、ちょっと待って、なんかゴソゴソして入って、あ、おにぎりが出てくるのかな。何だろう、何かな。わー、わー、お稲荷さんだ、すごい。おいしそう。うん、ちょうどいい。本当ですか。うん、ちょうどいい。これ稲荷が美味しいからですね、うん、盛況です。
やー、女性のね、サーディのそば、そば打ちのねこれブラリアンチャ旅だったよねじゃあほら、商工会の女性商工会の女性いやー、ていうか、ここまでですかっていうか、これそば打ちのコーナーになっちゃないですか自分で言っててびっくりしました、あそこまで行くと思ってしかも、ほぼ名人がやってるじゃないですかいや、一応教えていただくという系でね、でも皆さんにもちゃんとお伝えしなきゃいけないということで、あれ電話してたでしょ、本当にいなかったんですよね、いらっしゃらなくて、うん、あのちょうどあそこのね、牧水公園のところの、ね、お食事どころの牧水庵で、うん、毎日そば打ちをされている、本当にそば打ち名人なんですよ、うん、20年されていらっしゃる先生なんですけども、家に帰っていらっしゃったんですよね、朝だからね、朝お店用のおそばを売って一旦家に帰られたところに、私たちが今日体験って無理ですよねって言ったら、ちょっと電話しますわっておっしゃってくださって、うん、そしたら、はい、化粧して赤目には赤目、そこは大事だったんですよ、本当にね、ありがとうございます、親切に教えていただいて、うん、あの作ったおそばは 500g のそば粉に対して 220g の水を足して、そうですね、うん、あれでちゃんとこねられるんですよ、最初からね、水足りるのみたいな、ね、あの、うん、粉な感じだったからまとまらないと思ってたけど、びっくりしました、しかも萩さんダメですよ、回しかけたら真ん中って言われてるのに、話終わりながら回しちゃったから聞いてないですからね、うん、すごいですね、行って、行って食べて、そうなんです、食べてやったんですか、あの、うん、お恥ずかしながら私、そば湯川の娘でございますが、そうですよね、そば湯なんですね、打ったことはないんですよ、父親がやってるだけで、うん、初めての経験でした、うん、もうだって2人とも独身と思われてましたもんね、はい、まあ、独身ですけどね、そば打ってたら、ね、あの気をつけて、気をつけよう、言葉帰りますもん全部打っちゃうよ打っちゃうわよ、こねられるで今回なんですけれども、はい、私たち体験させていただいたんですが、なんとですね、今回今年から開始する講座ということで、そば、うん、打ち、年越しそば打ち体験講座がなんと今週末からスタートいたします、これも偶然ですごい、体験の講座始まるんですよって、ね、すごいタイミング。で今週の土曜日14日から20日まで、12月の20日までということなんですけれども、うん、あの、ま、1名から参加することも可能なんですけれども、ま、5人ぐらいで参加していただけると、いろんな、ね、具材とかの準備もありますので、うん、はい、いいですね、ということでお一人様2000円でご参加いただけます。そして持ち帰りのそば粉 500g がついてるんですよ、これ、うん、あ、おそばも食べて、じゃあお家に帰ってまたその体験を生かせてきます。はい、じゃあ今年の年越しそばは自分で作ることができるんだ、すごい、ね、すごい、作ってきてくださいよ、はい、で、そこへそこでぜひ食べたいという方はですね、うん、はい、プラス200円となっておりますけれども、うん、これ本当にいい体験ですから、うん、まあ、また萩さんのお稲荷さんがちょうどやばい、うん、あれもちょっと鳥肌立ったよ、狙ったんじゃないでしょう、うん、いやいやいや、あのね、たまにはね、いいかなと思って持っていったら、うん、ちょうどそばに合うじゃんという、ね、名人にもね、太鼓判されて、うん、いい感じじゃんって言われて、やめいけるって言われた今年から始まった講座ということですから、はい、ぜひ事前予約ということでお願いします、はい、あとちょっともう一つコテージ、そう、はい、すごい、あのお鍋ついてるの、ついてるの、お野菜と帰りにお土産もいただけるの、お米とかもらえてました、そう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 、あれ大丈夫、ね、もう本当大丈夫なんですかって言いたくなるぐらいなんですけど、5人用と10人用のコテージがありまして、はい、ちゃんとバーベキューする用の場所もあるんですよ、1棟に1つ、1棟屋根付きでバーベキューついてる、雨でもいいじゃないですか、そうなんですよ、これは12月の29日火曜日宿泊分まで OK ということですので、はい、お早めにぜひご予約を取っていただきたいと思います、ね、ぜひお出かけになってください、はい、以上、キュミコとおはぎのぶらりにゃんちゃ旅でした。では CM の後はゲストコーナーお送りします。